こんにちは、ミカです。今日はゴールデンウィーク2日目ですね。2日目、今日は何をしていくかと言いますと、ででーん！ガンダムファクトリー横浜で売られている RX-78F00 ガンダム&ガンダムドッグ。前回ガンダムファクトリー行った時の動画を出したと思うんですけど、その前にジョージア館で1個当選してるんですよ。ガンダムドッグ行った時にもう1個買っちゃいました。これ期間限定じゃん？終わっちゃったらもう買えなくなるって考えたら、思わずね、手が伸びましたね。というわけで、作っていきましょう。開封！じゃじゃーん！ね、昨日紹介したちょっと、これも使いつつ、作っていきましょう。ガンダム女子とかさ、名乗っといてさ、全然組んでなかったからさ、作っていきまーす。そう、今までさ、この初心者キットをずっと使ってたんですけど、新たにね、ニッパーだけちょっと新しいのを買いまして、今日から使ってみようと思います。やばい、久々に作るから超ワクワクする。めっちゃ見てるやん。何でしょうか？何ですか？上半身できた。上半身。待って、ミカの大好きなクリアカラーなんですけど、ここ。最高じゃん。で？と思ったら、ここにシールを貼るのか。はにゃ？はにゃ？ピンセットも先が尖ってるの欲しいな。これさ、お目目ですって。シールを貼るの。このね、多分ね、お母さんが見たら間違えて捨ててしまいそうなぐらいちっちゃいパーツに、シールを貼るのよ。シール貼るの。しかも片目ずつなんですけど、シール。1、2みたいな。なんか、今までのさ、やつってさ、なんか、ペローン1みたいな感じじゃん。1、2でシール貼るの。やばくない？ちょっと難易度求めてんじゃん、これ。いや、もう無理だよ。うん、なかなか。綺麗に貼れたんではないでしょうか。頑張ったべ。いやいやいや、待って待って待って、ほら、もうシールがね、そもそもちっちゃいの見て、これバチクソに小せえ。いやーいやー、小さいわ。できたー。ヘッド頭できたー。やん、かわいい。かわいい。おちびさん。またシールだよ。もうね、決めた。もう決めた。細いピンセット買うわ。決めた。もうやだ。もう、えらい細いピンセット買うわ。で、お前どこにつけんの？は？ここ？違うの切ったのかよ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、それって違うパーツなんじゃないの？そういうことだろう。いい音鳴った。やっちまった。どっちの方かな？だんだん完成してきた。はい、というわけで、なんとか完成しました。これだけ完成しました。一応ね、あとね、武器とかもついてるんですけども、今日はガンダムファクトリー完全再現ということでっていう言い訳で武器は作りません。すいません。武器は作らずに、このままガンダムドッグを作っていきたいと思います。おーおー、ちょっと中途半端なシールがダサいけど、えんじゃない、えんじゃない。できました。やっとできた。やっとだよ。もうお腹すいたよ。でも見て、ほら、ウィーン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 って、ガンダム退却みたいな。ウィーン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 、ガンダム出ちゃうよみたいな感じで、一応ね、ここね、スライドできるのよ。あ、やべえ、外れた。スライドがね、できるようにはまるんですよ。こんな感じで前に出たり後ろに入ったりっていうのができて、ここですね、ここのなんか多分作業員が作業しちゃうよみたいな、ここのこれね、こんな感じでここも動いたり犯罪者みたいになっちゃった。ガンダムドッグね、ちょっと私シールのね、こう貼るところとかこっち側とかね、まだあとこの辺とかも全部シールを貼らなきゃいけないんですけど、ちょっとサボってしまいましたが、こんな感じで完成しました。是非ね、皆さんも手に入れた方は時間の余裕のある時に作ってみてください。では今日もご視聴ありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。次回のミカさんは、突如モノクロになった世界、そこに現れた吉幾三。この状態からでも入れる保険があるんですか？次回、城之内シスデュエルスタンバイ。